はい皆さんこんにちはえー、歴戦に講師の森山ですで本日はブリマジック攻略講座えこちらを受講してえ見事え合格された橋本さんの方にお越しいただいておりますよろしくお願いしますよろしくお願いしますこの講座を使って合格された秘訣それをいろいろ聞いていきたいと思いますはい。 まず橋本さんの方はどうしてこう司法書士の勉強を始めたんですか,なんかそれまででかかやってたたりしたんですか勉強は全くしてませんでした私は大学も行ってないし、うん、うんと専門学校を卒業してずっとバンドをやってたんですけどあバンドやってたんですねベース弾いてましたあベース <laughs> でこうふと気づいた時に、うん、その年齢のこととか周りの環境とかでちょっとそろそろ何かやんないとやばいなと思って。うん どうせ何か勉強するんだったら履歴書に書けるものにしようと思ってまず資格を取ろうと考えました、はいうん、で司法書士やったんですかえといや行政書士からやりました行政書士からレッグさんに2年間通って行政書士を取って、うん、その後に司法書士にチャレンジしました 行政書士に2年で合格したからじゃあ次は司法書士もやってみようってことですね,ですねはいで司法書士まず1年目の方はちょっと合格ができなかったわけですけれどもうん、うん、1>, 1年目どんな勉強されてたんですか1年目はもうしっちゃかめっちゃかでしたねあんまり覚えてないんですけど、うん、しっちゃかめっちゃかってどういうことですかもうあの民法とか憲法って行政書士である程度やってたので、うんうん、なんかそこの 貯金みたたいなのがあったんですけどやっぱり55科目の不動産投機とか商業投機とか、うん、あそこはやっぱりきつかったので生まれて初めて経験する体験だったのでかなりきつかったですね、うん、あんまり理解できてなかったかなって1年目は。あんまり理解できずにじゃあ理解できないからもっとやんなきゃっていろいろ手を出しちゃったりしちゃったってことですか、うんうん、ななんんかこういろんな 受験仲間とかあのテキストがいいよとか、うん、あの動画がためになるとかいろいろ聞いていく中でもうそれを頼りにいろんなのを見たり聞いたりし始めちゃって1年目の範囲はやっぱりその手を広げすぎたりとか模試、うんうん、の結果が悪かったりして一日すごい落ち込んで何もできなかったりとかそういうのが結構大きかったかなと思いますね。なるほど 1>, でえーまあ、1年目はそういう,ような形で、ちょっと5個の部の方が点数が悪かったんですよね、それで基準点下回って不合格だったと、それをどうにか、じゃあ2年目の方で挽回しようということで、この V マジック攻略講座、こちらを受講していただいたということですね、はいはい、この v マ,ジック講座、えー、v マジック攻略講座、こちらのテキストを使っていく講座になりますが、こちらの方では、テキストにはすべてのことが分かりやすく書いてありますけれども、講義では、その重要ポイントとか、難しいところとか、そういうことしかお話をしませんでしたけれども、そのあたりは受講するにあたって、 不不安安はありませんででししたためちちゃゃくだって自分は1年目で全部全然理解できてないと思ったし何な,なら1年目の講座をもう一回やりたいって思ってたんですけど、うん、ただまあ時間は有限なのでやっぱりレベルアップして知識もレベルアップしていかなきゃいけないっていうのでこの V マジックにしたんですけど。 うん、講義で飛ばすその基本的な初学者でやったところ講義で飛ばすところもあるんですけどテキストにそれが全部、何ですかね、口語みたいな分かりやすく先生がしゃべるテンションで書いてあるから1人で読んでても講義受けてる感覚でずっと進められるなので飛ばされたところも講義受けた気分で自分で学習できました。ありがとうございます 2年目の講座というのはやっぱり1年目でやったことを同じようにしゃべっても時間がもったいないですからそういう分かるところはもう本で読んでくれという形で,で難しいところをしゃべるからということで講義の時間を圧縮するえそれによってやっぱり勉強時間を生み出そうといった講座ですから本当にえありがとうございますそのよよううに使っていいいたただということこですよねはいで実際に講義を受講する方法とか受講どういうふうに受講したかっていうのを聞きたいんですけど V マジッチ攻略講座で頑張っている方いますからちょっとねそういう方がこうやって。 受講すればいいんだってわかるようにちょっとお話をしていただければと思うんですが、うん、まず講義を聞く前に予習とかしました？予習は一切しておりません。で、講義を聞いてからじゃ復習したってことですね。そうですね。うん、復習はめっちゃやりました。私はあのその頭別に良くないので、その日の講義が終わってあの帰りの電車の中でまず、うん、その今日やった講義頭から全部もう一回テキスト目を通して、でまた一から 講義の動画を見ました。はいはい。でそれでもう次の講義は来るって感じですね。来ます。あじゃあもうこの講義の間はこの講義に追われてたって感じですか。そうです。なんか本当は合格ゾーンとか過去問とかやりたかったけど、うん、それはもうちょっと後でいいって不安だったんですよ。これと同時に合格あで V マジと同時にその過去問やって。 でこう両立したかったけど、うん、まあ実際に時間的に無理だったし、先生があの厳選してくれたあの厳選問題ですね。うん、あれをやってれば十分でしたね。あそうですね。うん、あのやっぱりこの年内2年目合格しようと、えー、このまあ1年目あるいは2年目で不合格になって、じゃ次にこう。 剣道、将、えー、来で合格しようという方はやっぱりこの年内に基礎をしっかり抑えていくってことが重要ですからしっかりこれインプットやってもらう、まあ、これだけで十分だったわけですよね源泉、うん、問題集の方にもやっぱり必要十分なほどの問題は入ってましたからもうそれでいっぱいいっぱいだったわけですよね、はい、で私の方うもまあ合格損とかは直前期で大丈夫だよという話はしてましたしそういうふうなので間に合うようにきちんと講義を設計してますからね、はいえー、まあ受講している方もね盛りだくさんの講義ですから大変だと思いますがしっかりまついてきてください。 それからその時期に並行して V マジックの記述式の解放の講義がありましたよね、うん、こちらは聞いてくれてましたかめちゃくちゃ聞きました私記述すごい苦手だったのでその解放を自分の中でまだ不安定な部分がたくさんあったので、うん、もうそこは先生の解放を信じて森山式でやろうっていうので今までの全部変えました森山式にあそうなんですね、はい、すぐに解放って身につきましたいやもう全然なので、あので、ー、あ 始まるじゃないで生鮮と戦闘ん、はい、品質論点、うん、記述編あれとかはもうずっとボロボロでしたね、うん、点数全然できなかったし<ー>年明けの生鮮討練とかの記述ももう全然ダメだったんですけど、うん、やっぱそこは繰り返しその記述の先生の動画をもう一回見てこう自分に うん、インプットするみたいな感じでやってましたね。はい,はい,はい、いつ頃あ解放が身についたなって感じはしました？うんともう本当にずっとダメだったんですけど、うん、4月過ぎたあたりであのもう動画で言ってるかなあのね何、うん、咲く花じゃないんだの。あはいはいはい。言ってますか？言ってますよ。<laughs> 動画の中でもう使ってますか？あ,<ー><の>あ使ってますよ。<ー>はい。その何咲く花じゃない推理小説なんだっていう。 私はその意味がマジで分からなかったんですけど4月過ぎたくらいから問題の中でどんどんやっぱそのヒントというかこの問題が出たらこれを書いてほしいんだよねっていうのがやっと4月くらいから分かるようになってきてそそこから一気に記述が伸びましたねねうですよ、ねはい、あの解放ていうのは教えてもらってすぐに身につくものではないですから、えー、教えてあこういうふうにやるんだなってもうどんどん練習をして場数を踏んで、まあ、卓球と一緒ですよね。あの ちゃんとフォームを教えてもらったとしても、まあ、その後 あのきちんとそれを練習して素振りをして初めて身につきますからもうだ,んだ,んだんだん身についていったって感じですね。はいはい、で野に咲花の話をしてくれましたけれども、まあ、こちらやっぱり記述問題っていうのは野に咲花じゃないと私よく言ってるんですけれどもあの例えば進化部学研があればもうたまたまあったわけじゃなくてそこに書いてある理由があるだからそこからあじゃあこういう論点が来るんだなってことをきちんと考えながら解いていこうって話ですよね。ありがととううございいいますそそのののようにえインプッットの卓越編編れから、v、マジック記述を利用していただ いただいたわけですが、で直線機の方に入っていきます。うん、この2年目の講座に関してはこの1月ぐらいにインプットが終わっていきますけど、そこからとは何されてました？えっと私は携帯司法書士をここの時期まで使ってなかったんですけど、はいはい、ちょっとそれをいよいよ買い始めたのが年明け3月くらいですね。うん、携帯司法書士やっとはい。こちらですね。はい。はい、いこちらを まとめとめしてて使ってくれてたわけですちょうど「模試をやってた時期だったので模試でなんかよもう考えても分かんないやしとかはここに全部メモしたりとか、うん、あの携帯解いてて、うん、この説明って何だっけみたいな特に「民訴とかってそのキーワードが難しすぎるので、うん、その文マのテキストの説明を 携帯に書いてたりしましたね。なるほど。じゃあもうこの携帯少々少々繰り返せば今までの勉強が全部復習できるように、V マジックのあの理由付けとかが書いたりとか、それからもしなんかで出た発想を書いたりとかそういしてたってわけですね。だから携帯を見れば私の苦手なところが全部書いてあるみたいな。なるほど。じゃあ直前期はこれを繰り返せたわけですか。そうです。どれぐらい繰り返しました？うん、もう何どれくらい何回やりましたかね。数え切れないぐらい。あ、はい。 やっぱり直前期にそれを繰り返したから知識が身についたって感じだと思いますね。ね軽いしコンパクトだから、うん、移動時間にやるのにめちゃくちゃちょうどいい、ね。あ,あ、いいですね。携帯ですもんね。いいねはい。はい、携帯です。なんか付箋ついてますけど、これなんですか。これはあの先生とかが山手とかの動画、はいはい、あの直前期に出してくれる。ね、あ、そう、出陣式かな。うん、で、こう山をやってくれるじゃないですか。それを。こう。 本当の直前期前日とか当日の朝とかもうここだけ最後見ればいいっていう付箋ですね、うんうん、なるほど直前期やっぱり優先的に出るとこをやろうって形ですすそうですもうでも出演式まで使ってくれたってことですねもちろんじゃないですかありがとうございます <laughs>、はい、でそれで試験当日を迎えたわけですけれども、まあ、試験当日順調でしたいやあのー、順調じゃないですね私の会場は停電があったのであ埼玉会場ですね埼玉の皆さん 大変でしたよね <laughs> そうですねあの埼玉の会場で停電があって結構停電しちゃって時間がおせおせになっちゃったわけですよねその停電しししてててる間ってなんかしてました私はもうちょうど、うん、あのすごい悩んでた足があってはい、はい、そこでバンって停電になったのでいつ問題を閉じろって言われてもいいように、うん、その問題を足をしっかり覚えて閉じた後も。 ずっと考えてその足を削いてました、うんうん。なるほど、ただでは起きないって感じで。<laughs> そうですよ。もう本当に何が起こるかわかりませんから、そこでどういう気持ちを立て直すかってことが重要ですよね。本当に大事だと思いました。で、午後の部なんかも時間ずれちゃって大変だったですか。そうそうそう。あの記述の時間が特に開始何分にいつもの模試受けてる時間と全然違う時間になっちゃったから、うん、それはもうちょっと自分で計算して何時から記述に移るっていうのは、うん、あのメモしましたね。こう。 問題を配られたときにいつも例えば1時から何をやる2時から何をやると決まっているのにそれがずれたからじゃこれが1時45分だなとかっていうのを触って書いてこの時間に記述に移るっていうのをきちんと対策をしたということでねはいありがとうございますでその前に模試とか当練を受けていただいたと思うんですけどもそのあたりはどうやって利用してました模試とか当練私はなるべく会場で受けるようにしてて あの席も結構、もしってこうやっぱり後ろの席からこう埋まっていくんですけど、うん、そこをあえてこう人が密集している席に座ったりとかしてこう本番でどうやってこういかに対応できるかみたいなのをもしから本番のようにやって本番で何があっても大丈夫なようにして本番であんなことがあったけど大丈夫だったという、ね、ってことですね、はいはい。ありがとうございます でこのようにまあ V マジック講座を使ってまあ合格された橋本さんにいろいろ聞いてきましたけれどもあのこれから合格を目指す方へのメッセージを最後お願いします。メッセージ、えー、とそうですね私は2年目で V マジックを選んだんですけどやっぱ最初そのなんか中上級みたいなイメージがどうしてもあるので大丈夫かなついていけるかなって、ま、先生にも最初ずっと言ってたんですけど。 な、まあ、なんとかなりましたした勉強って結局一人でやるから結構つらいんですけど、まあ、先生はあの質問の時間とかもちゃんと取ってくれるので通学だったら私はそこをめちゃくちゃ利用して受かったと思ってるのであの、まあ、森山先生を頼りにあの孤独な勉強を頑張って。 欲しいです。ありがとうございます。よく質問来てましたもんね。あの質問時間を作ってね。そこにもう並んでいつも来てましたよね。うんはい、そうですね。v マチックの講座については中上級講座ですけれども、テキスト自体はもう0から読んでわかるように書いてありますから。ま是、あ、非安心して本使っていただければいいし講座の方を利用していただければいいかなと思います皆さんぜひ頑張ってくださいね。橋本さんありがとうございましたはい。ありがとうございました。